ように潜ればいい。じゃあみんなスピードアップ誰かいっぱい積もうよ。色もかなり青く出てきますんで、そういったのが好きな人はあのフカムシちゃんの方がいいと思いますね。になるとさ、隣のあそこが本当にいい匂い。江戸時代からこの地域でお茶というものが作られています。つまんで軽くつまんでポンってやるともう簡単に取れますからね。みんなだったらね、もうはい積んで、はい積んでこう簡単にこういっぱい取れますから。でちょん、ここでちょん、ここちょん、そうはい、ちょんちょん、はい、両手にいっぱい持ってハルトさんみたいに上手。はい、ここはい、2枚逆転に、これお前どうでもいいから、はい、これお次もあるぞ。はい、いっぱい取ると下にもある。こうだ。虫とかに食べられてないのを探すのがちょっと難しい。お茶にもビタミンがあるって言ったし、知れてよかった。もう終わり。であの饅頭のあるところに座っていって、おいしい、めっちゃおいしい、おいしい。子供のうちからこのお茶を実体験、自分が摘み取ってそれが製造されて、そのお茶があの自分で飲む、そこまでの一連の過程を経て飲んだお茶で、お茶の本来のおいしさを子供たちに知ってもらって、お茶の消費拡大で、お茶のファンも増えていってもらいたいという。